こちら浦安情報局こちうらの時間です。先日まで真夏のような暑い日が続いていましたが、最近はぐっと気温が下がる日があり、体がついていくのが大変ですよね。皆さんもどうぞ体調管理にはお気をつけください。さて今回のふるさと浦安、この一枚はこちら。弁天ふれあいの森公園の稲穂です。こちらで育てているのは古代米で、秋になると稲穂が紫色に変わります。たわわに実っていますね。収穫は10月中旬頃ということです。では後藤さんを呼んでみましょう。後藤さん。はーい、新浦安駅前広場に来ています。9月21日から30日は秋の全国交通安全運動ということで、前日の20日にはここ新浦安駅前広場で団結式が行われたんですよ。今回はその様子と交通事故を防ぐポイントなどをご紹介します。鉄鋼団地の交通安全の取り組みも紹介してくれるのですよね。後藤さん、後ほどよろしくお願いします。まずは市内の出来事をお伝えするあんなことこんなことパート1です。9月20日から東京ディズニーランドではリーチ・フォー・ザ・スターズがスタート。この新しい夜のエンターテインメントプログラムは、シンデレラ城を舞台に様々なキャラクターたちが夢を追い求めて空を羽ばたく姿を描くキャッスルプロジェクションです。シンデレラ城には鮮やかな映像やディズニーの名曲とともに、ディズニーのキャラクターが次から次へと映し出され、立ち上る炎など夜空いっぱいに光の演出が広がります。終盤にはマーベルスタジオのヒーローアイアンマンやキャプテンアメリカも登場し、ショーを盛り上げます。まるでキャラクターたちと一緒に空を駆けているかのような臨場感と躍動感あふれる時間が楽しめます。9月21日にはジェイコム浦安音楽ホールでコンサート for kids 0歳からのクラシック。このコンサートは公益財団法人ソニー音楽財団との共催で、0歳から未就学の小さなお子様と一緒に入場できるクラシックコンサート。小さいお子さんがいるご家族でも親子揃って来場できるように、土日祝日の午前中に全国で開催しているそうです。コンサートは親子に負担がかからないように1時間という短い時間、演奏された曲はモーツァルトのキラキラ星など時代を超えて世界中から愛され続けているクラシック音楽。子供から大人まで聞き応えのある演奏を披露してくれました。今回来場したお子さんのほとんどが人生初のコンサート体験、ご家族にとっても楽しい思い出となったことでしょう。続いては秋の全国交通安全運動についての話題です。後藤さん、お願いします。全国交通安全運動は春と秋年に2回実施されています。春は小学校の新入生などを交通事故から守るのが主な目的です。では秋はなぜ行われるのか、中澤さん、わかりますか？確か日が沈むのが早くなったことが関係していましたよね。お、さすがですね。そうです。
秋は日没までの時間が急激に早くなり、ドライバーがヘッドライトをつけるのを忘れて運転し、重大な交通事故に至るケースが増えるためです。今年は9月21日から30日までの10日間なんですよね。はい、そうです。まずは20日に開催された団結式の様子をご覧ください。1日警察署長委嘱式。今年の秋の全国交通安全運動では、俳優でモデルの林メアリさんが1日警察署長を務めます。委嘱状、林メアリ様。団結式を前に壇上で委任式が行われ、浦安警察署長から委嘱状が手渡されました。皆さん、こんにちは。こんにちは。一日警察署長の林めありです。本日はこの会場にいらっしゃる皆様と共に団結式を盛り上げていきたいと思います。本日はどうぞよろしくお願いいたします。交通事故から団結式では、市長と浦安警察署長が挨拶されました。本日お集まりの皆様には、日頃より積極的な交通安全活動にご尽力いただいておりますこと、この場をお借りして心より御礼を申し上げます。もうお彼岸ということで、これから日没がだんだん早まってまいりますが、特に夕暮れ時や夜間に交通事故に遭わないよう反射材を身につけるなど、交通事故の防止に努めていただければと思っております。さて、令和5年4月より自転車用ヘルメットの着用が努力義務になったところでございますが、市におきましては、自転車運転中の転倒、あるいは交通事故による被害を軽減するために、幼児や小中学生を対象として、自転車ヘルメットの購入助成を今行っております。交通事故のない安全で安心な街づくりに向けて、皆様どうぞご協力をよろしくお願いいたします。令和6年秋の全国交通安全運動団結式に、このように多くの方にお集まりいただきましたことを厚く御礼申し上げます。昨日現在、千葉県内では交通事故により97名の方が亡くなっており、全国ワースト2位という非常に憂慮すべき状況にあります。浦安市内では他の市町村に比べ、自転車が関係する人身事故の割合が非常に高い状況にあります。そこで、車のドライバーの方には、交通弱者である歩行者や自転車に対する思いやりのある運転を心がけていただくとともに、歩行者や自転車の方には、自動車からは自分が見えていないかもしれないという危機意識を持っていただきたいのであります。続いて、一日警察署長の林さんが交通安全宣言を行いました。一日警察署長交通安全宣言。一つ、夜歩くときは反射材を身につけます。一つ、夕暮れ時は早めのライトを点灯します。一つ、飲酒運転を見かけたら通報します。一つ、自転車に乗るときはヘルメットをかぶります。令和6年9月20日浦安警察署一日警察署長林めあり、ありがとうございました。団結式の後は、東海大学附属浦安高等学校と中等部の生徒による吹奏楽の演奏を、警察車両やチーバ君との記念撮影、そして啓発グッズの配布を行い、交通安全を呼びかけました。一日警察署長の交通安全宣言では、反射材の着用、早めのライト点灯、飲酒運転の根絶、自転車用ヘルメットの着用、この4つのポイントがありました。ここから一つ一つ紹介していきたいと思います。
夕暮れ時以降は歩行者の姿が思った以上にドライバーから見えにくくなります。外出するときは反射材をつけて自分の存在をアピールしましょう。実際に実験をしてみると、日没後は車のライトをつけていてもかなり近づかないと人が立っているのがわからないですよね。でも反射材を身につけていると、それよりも早くドライバーが気づくことができました。反射材にはタスキタイプ、腕に巻くタイプ、他にカバンなどに取り付けるタイプもあります。あと服の色も大切ですよね。以前こちらの番組で明るい色の服と暗い色の服を着て暗闇での見え方を比べたことがありますが、全然違いましたよ。2つ目は早めのライト点灯です。繰り返しになりますが、秋になると日没時間が早まります。夕暮れ時以降は早めのライトの点灯を心がけましょう。ライトを早めにつけることで、自分の存在を他のドライバーや歩行者、自転車利用者に早く気づいてもらえるというメリットがあります。また対向車や前を走る車がいない状況では、ハイビームの活用も推奨されています。ハイビームにすることで歩行者などを遠くから発見することができ、早めに事故を回避するための行動を取ることができます。3つ目は飲酒運転の根絶。千葉県では飲酒運転のない県民が安心して暮らすことができる地域社会の実現に向けて力を注いでいます。その取り組みの一つとして、飲酒運転根絶宣言制度があります。飲酒運転根絶宣言制度とは、飲酒運転根絶に取り組む事業所飲食店を登録する制度です。市内にも登録している事業所や飲食店があります。北境にある日の出第一交通株式会社浦安営業所、タクシー事業を営むこちらの事業所は飲酒運転根絶宣言制度に登録しています。私どもタクシー会社としましても、やはり飲酒運転というのは絶対悪という認識を持っております。飲酒運転は本当にないっていうことが当たり前だと思っておりますので、まあ、その部分ね、賛同させていただきました。ドライバーの方の意識も高まるのかなと思いますね。日の出第一交通では、朝ドライバーが出社するとアルコールチェックを行います。そしてアルコールが検出されないことを別のスタッフが確認してから出庫するようにしています。ドライバーのアルコールチェックを行っておりまして、出庫時と帰庫時にももう一度行わせることによって、業務中でも飲酒をさせないという形になっております。他に飲酒運転防止の取り組みとして、廊下など目に留まる場所へのポスターの掲示や勉強会も行っています。12月なんですけども、年末年始やっぱり飲酒の機会が増える形となりますので、アルコールに対しての知識ですとか勉強会の方で毎年毎年やらさせていただいております。またですね、入社時にもアルコールの基礎知識というものをですね、 DVD でちょっと流させながら解説をしまして、全乗務員がしっかり学んでいる機会がございます。飲酒運転は、ね、犯罪行為となっております。私どもタクシー会社としましては、全乗務員飲酒運転をしない、させない、許さないという形で日々業務を行ってまいります。4つ目は自転車用ヘルメットの着用。改正道路交通法の施行により、令和5年4月1日から自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されました。街を見ると、以前よりヘルメットをかぶっている人は増えたように感じますが、それでもまだまだ徹底されてはいないようです。そうですね、先日警察庁が都道府県別の自転車用ヘルメットの着用率の
調査結果を発表しました。最もヘルメットの着用率が高かったのが愛媛県で 69.3%、 それに対して千葉県はわずか 6.5% で下から2番目でした。たった 6.5% ですか。ちょっと残念な結果ですね。自転車用ヘルメットの着用に関してはこんなデータもあります。自転車に乗っている時に交通事故に遭い亡くなられた方のおよそ5割が頭に致命傷を負っています。またヘルメットを着用していなかった方の致死率は着用していた方に比べておよそ 1.9 倍高くなっています。ヘルメットの着用は命を守るために大切なんですね。市では幼児と小学生、中学生に対して自転車用のヘルメットの購入費用の一部を助成しています。申請方法など詳しくは市公式ホームページをご覧ください。自転車といえば交通ルールを守ることも大切ですよね。自転車には安全利用5則という5つのルールがあります。1つはヘルメットの着用ですので残りの4つを紹介します。自転車は歩道と車道の区別がある道路では車道通行が原則です。左側の端を通行するようにしましょう。例外として道路標識などで指示されているとき13歳未満の子ども70歳以上の高齢者などは歩道を走ることができます。ただしその場合も歩行者が優先です。歩行者の通行を妨げないようにすぐに停止できる速度で通行しましょう。信号は必ず守り一時停止標識のある交差点では必ず止まって安全確認をしてください。夜間は必ずライトを点灯し反射機材を備えた自転車を運転しましょう。そしてもちろん飲酒運転も禁止です。ここで浦安警察署交通課の菅谷課長に市内の交通事故発生状況などについて伺いました。発生件数、負傷者数ともに昨年の同時期に比べて減少しております。一方で昨年死亡事故の発生はありませんでしたが今年の3月に死亡事故が1件発生しております。浦安市内では自転車が関係する事故が非常に多く発生しております。自転車にも自動車と同様のルールが定められておりますのでルールの遵守やマナー向上に向けた取り組みをさらに進めていきたいと考えております。また千葉県では飲酒運転が絡む交通事故が非常に多く発生しております。我々としましても飲酒運転根絶に向けた取り組みを進めておりますので皆様にもぜひご協力をお願いしたいと思っております。交通ルールを守ることはもちろんですが余裕を持って思いやりのある運転をお願いいたします。ここまで秋の全国交通安全運動出動式で1日警察署長の林さんが宣言した4つの目標に沿って紹介してきました。どれもこの期間だけでなく常に心がけなくてはならないことです。みんなで交通事故のない街を目指しましょう。続いては鉄鋼団地の交通安全の取り組みを紹介します。浦安鉄鋼団地は107ヘクタールという面積の中に鉄鋼の流通や加工などを行うおよそ270の事業所が集まるエリアです。東日本の鋼材需要を支える拠点として毎日大型トラックなど多くの車両が往来する鉄鋼団地では鉄鋼団地協同組合が中心となり交通安全の取り組みを行っています。どのような取り組みを行っているのか専務理事の加藤さんに伺いました。浦安鉄鋼団地は第一団地が昭和43年第二団地が昭和54年に完成しております。それ以来ですね全国からトラックが集まるもので
交通問題は非常に大きな課題でございました。そして昭和57年にですね、何とかしなければならないと交通対策委員会を立ち上げました。また昭和58年にディズニーランドもオープンするということで交通渋滞が予想された。交通事故の防止、それから近隣にご迷惑かけてはいけないということでですね、昭和58年の3月から交通パトロールを自主的に始めました。これを週に1回行っております。そして警察もですね、月に1回は同行していただいております。この日は月に1回の浦安警察署と合同のパトロール。じゃあ安全点でよろしくお願いします。よろしくお願いします。それぞれの車両に乗り込むと列を作り、鉄鋼団地内の道路を隅々までパトロールしました。鉄鋼団地はトレーラーなど大型の車両が出入りするため、道幅が広く作られており、路上駐車自体は違反ではありません。しかし逆向き駐車や二重駐車、交差点付近の駐車は交通違反です。鉄鋼団地組合の防犯パトロールカーは違法駐車防止を呼びかけるアナウンスをスピーカーから流しながら走り、違反車両を見つけるとマイクで注意します。交差点付近の駐停車は見通しが悪いので早めにお車の移動をお願いします。また警察は悪質な違反車両に対して取り締まりも行います。事故のない安全な暮らしを実現するためには警察だけではどうしても力が足りませんので、こういった鉄鋼団地協同組合の皆様方の自主的な、かつ積極的な取り組みというのは本当に、心強く頼もしく感じております。一緒にパトロールをしたりだとか、街頭に出て一緒にチラシを配布したりだとか、安全、交通安全の認識を高められるような活動をしていけたらいいなと思っております。浦安鉄鋼団地協同組合では他に交通安全講習会を組合員だけでなく運送業者にも参加を呼びかけ実施しています。また飲酒運転根絶宣言事業所にも鉄鋼団地の多くの事業所とともに登録しています。浦安鉄鋼団地は、全国からトラックが集まります。約1日に6000台ほど集まってます。それから最近ですね、鉄鋼団地の外にもですね、物流倉庫がいくつかできました。そこのトラックも鉄鋼団地を通りますので、ますますトラックの量が増えております。交差点の付近、あるいは二重駐車、逆向き駐車、これは法律違反になりますので、これをですね、なんとか減らしていきたいということで交通対策に取り組んでおります。この交通パトロールをですね、もう41年間行っているんですけれども、まだまだですね、至らぬ点は多々あるかと思います。ただ交通パトロールを続けているからこのぐらいで済んでいるのかなというふうには思っております。今後もですね、地道にですね、活動を続けていきたいと思っております。鉄鋼団地でのパトロール40年以上も続いているということなので驚きですよね。これからも鉄鋼団地の交通安全のために頑張っていただきたいですね。続いてはあんなことこんなことパート2です。9月22日には三番瀬環境観察館で海のプランクトン観察。三番瀬に住む小さな生物を顕微鏡を使って観察してみようというイベントです。まずは海についての講義。三番瀬が沖縄の海と比べて濁っているのはプランクトンが多く住んでいて栄養が豊富な海だからということが分かりました。次はプランクトンについて。プランクトンとは水中を漂う生物のことで、大きなクラゲもプランクトンに含まれるそうです。最後に顕微鏡の使い方を教えてもらい、
いよいよ観察の開始。三番瀬から汲んできた海水をスポイトを使ってシャーレに移して観察します。この海水はプランクトンの活動を抑えるために冷蔵庫で冷やしておいたものだそうです。見つけたプランクトンはイラストにして観察シートに記録していきます。皆さんが描いたシートはプランクトンの種類ごとにグループ分けして貼られていきます。観察が終わると解説の時間です。ゴカイの赤ちゃんやカニやエビの赤ちゃんなど様々なプランクトンが見つかりました。今回の観察会で三番瀬が様々な生物が住む豊かな海だということを改めて学ぶことができました。9月23日には文化会館でホールを探検ワークショップ&コンサートマイベストシート、大ホールの様々な場所で音を聞き比べ自分のマイベストシートを探してみようというもので、12月に文化会館で開催される NHK 交響楽団浦安公演のプレイベントです。前半はワークショップ、ナビゲーターのピアニスト田村みどりさんの生演奏が流れる中、参加者の皆さんがホールに入場、そのまま舞台に上がってワークショップのスタートです。まずは会場となった大ホールの説明から。今回はオーケストラの公演時と同じように前の席を100席ほど減らして舞台を広くしてありました。続いてはピアノについて、その仕組みや歴史などの解説を聞いた後は舞台上でピアノの演奏を楽しみました。音色を直接感じてほしいと演奏中にピアノの下をくぐるというアトラクションもありました。いよいよマイベストシート探し、演奏を聞きながら自分が一番聞き心地がいい席を探しました。最後は自分で選んだとっておきの席で田村さんの演奏を楽しみました。後半はコンサート、ムソルグスキー作曲の展覧会の絵などが演奏されました。続いてはゲストの幕張総合高等学校シンフォニックオーケストラ部の皆さんによる演奏。最後は田村さんと幕張総合高等学校の皆さんの共演で幕を閉じました。いかがでしたか。今回のこちら浦安情報局こちうら、次回は市長散歩騙されないでなどご覧の内容でお送りする予定です。さて後藤さん、今回は秋の全国交通安全運動の時期ということで交通安全に関する内容でしたね。はい、気をつけなくてはならないことはたくさんあるのですが、私は自転車を利用することが多いので夕方は早めにライトをつけようと思いました。そうですね、暗くなるのが早くなりましたからね、十分に注意して運転してくださいね。それではそろそろお時間です。次回もまた
見てくださいね。交通ルールを守りましょう。